科学的なものをその舞台に取り込めよう、取り込もうとしてる人ね。女子人物は他雑誌ちゃうわ。え、誰やったっけ。来た、この前美術手帳に載っててん。で、あの読んでて、ああこういうことやってんやと思って。なんか面白そうですね。名前はよく聞きます、ね、名前よく聞く。維新派ね。瀬戸口のやつにも出てきましたね。そうそうそう、深夜から向こうが強制終了して、もう一回マップ買うときっていろいろその面白そう。自分のその残り0秒を通して深夜から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 。あ、でも結構安いんですね。なんちゃったかな、もっと高いのかと思って。そう、俺も1300円当社でですか。大学生で1300円。でも俺一つしか見てもらなかったけど。だって2ヶ月いけるんですよ。すげえ。で、全部の、全部いっぱい。やっぱでもトヨタとかバックについたらあれなんですかね。ていうより、これ美術はどうでもいいんだと思う。やっぱ人を呼びたい感じ。なるほど。回したい。瀬戸内のやつとかもえげついぐらい書いてありますよ、ね、めっちゃ高いですよね。高い高い。だって投資のチケット買っても船だけ別売りとかで。いいえ、マジで。え、どんくらいのチケットだ。チケットなんかまず大体その一つの会場につき2000円ぐらい取られるんですよ。一つの会場っていうか、その島で。島じゃないんですよ、それも。マジで。島じゃなくて美術館やったりとか、まああとは無料のとこもあるんですけど。だからもう、じゃあさ、直島行って犬島行って母島行ったらまたそのそれだけでもう今度はそれ美術館っていうか、その施設巡るので2万着ぐらい多分。マジか、行く気なくすな。そんなことまであるんですか。あんま大声でプラスフェリー代があるんですよ。フェリー代は結構大きく800円ですけど、ちょっとなんかね高すぎる気しますよね。俺この間来た時タダだったからね。全部それめっちゃ意味わかんないですね。あれ何なんですか、やっぱ期間限定、今の期間だけない。や、俺運良くて本当に直島ツアーで来てる人たち潜って潜ってたら大竹新郎のあの温泉はあったけど。でも美術館は一応金取れますよね。アイラブユーとか。それも高かった。あれ高いよ、2000円ぐらい。小竹新郎がデザインした銭湯なんですけど、ああいうのはしかも今地元の人が、友達の女の子が普通に行ける1時間半待ちだと。銭湯ですか。面白い。ここにあるとは思わねえけど。どこにある。あれあれ、直島はある。直島は金儲けの匂いするけど、やっぱ面白かった。直島って人住んでるんですか。住んどるよ、バカにしとるし。いやいや、私はなんかこう島全部美術系にしてるのかと思って。なんか俺が行った感じだと美術家よりも島の人が面白い感じだった。へえ。島の人がこういうあれもあるんですかね、交流も先生にやったんですかね。でも直島の人からしたらアート野郎ばっかり来てうざいこと好めないですね。好みはないけど、おばちゃん強いからね。おばちゃんあとやっぱこれ落としてくからね。その辺はもうあれやじゃん、妥協してやってるじゃん。直島めっちゃお金かかりますもんね。俺行った日にちょうど言ったと思うけど、コンビニ1号店できてたんですよ。あ、なんか並んでたとか言ったはずですね。そうそうそう。でもなんかそれはそれでちょっと嫌ですね。まあ、でもさ、行った話聞くと、なんか遠いところに選挙のとこでしかないから帰る、なんか食べ物とか。そのコンビニめっちゃ流行るでしょうね。港のまんまや。3F です。3F なんですか。11月。7-11とかじゃなくて 3F。あ、じゃあサークルで離れて住んでるおばあちゃんがそのどことか歩いてて、おばあちゃん今日どこ行くの。コンビニっていう。どうなんかなそういう。もっと地元の商店みたいなの、ね。一大イベント。なんかいや無理だよ。無理ですか。無理いないもんって。裏話で。なんてことない。話しないように。いや、すぐそれで、あのフェリーで行けるから、スーパーとかも。はいはいはい、本当に遠い島だったらね、もう30分で行きできるから。ここですか。そんな店が生まれんと思う。宇宙とかです。宇宙とか。なんか一個前かっこよかったよ。あ、まあ、でかくて、大まかで、壮大なテーマでわかんない。小豆島ってどんだけ栄えてるんですか。小豆島、いやわかんないです。いやもうそこまで行ってない。全然直島。イルマ半生がやった。イルマ結構近くでしょ。イルマの方行く。いや俺直島だけど。イルマはすごいらしいですね。横田なのでしょ。面白いですね。あ、最後ゴリティカの。イルマに確かに。イメージが悪い。
時はまだやってなかったからね。あれるんだっていう、豊島って書いて手島って思ったらね、レッテルを張りになってるから。わかります？いや、わかんないです。あ、豊島って書いて手島。あ、手島、手島、手島、うん、あったあった。何回も流されるか、無理っすね。もう始めましょうか。始めますか。始めましょう。あ、なんか大学校でなんか一応なんか間もなく始まる、間もなくぐらい。じゃあ始め、トイレ行こう。トイレ行ってください。だからお待たせしました。で、佐々木くんはあか誰か、まあツイッターでちょっとライブ配信が不可能になってるかもという、あ、ツイッターをつぶやいておいてくれたら。え、じゃあもう諦めるってことで、ちょっと試すんやけど、まだちょっと時間かかると思うかな。はい、全然違う。いや、もうマイナーの人しかいない。はい、名古屋城、名古屋城行ってきて。名古屋城、名古屋城始まるんで、はい、お願いします。名古屋市、なんか名古屋市役所の前にある。ここがメインステージです。違うんですか、もうそしたら。そうですね、まあなんかちょっと申し訳ない気持ちは全然気になかった。見なかったですか、ライブ配信の時。見てない、見てない。ああ、やってた人一緒に。はい、一緒にやってた。そこしながらやる。ああ、時間がもうあれやかな。え、もしこれで使うんやったら山さんその位置でやるんやったらおかしい。どういった。俺この辺にこれも出ねえけど、カメラどうする。この横の角度より正面の、いや、いいよ、あれこれよくない。いいよ、いいよ。こっからの角度やったら、それでなんか高さをもうちょっと下げたいやん。いや、下げることは下げるけど、うん、後ろのそのそれとか入れるよりも、あ、いい、普通に窓とかでやった方がいいと思うね。変に入れる、入れていいよ、ね、だってもう実際無理やん。レジュメはそっちの方に入ってるんで、まずそろそろ、じゃあちょっと時間予定よりめっちゃ遅れたんですけど、ちょっと始めます。ちょっとユーストリームの放送がちょっと、できてないっていうことで、であとお詫びなんですけども、若松浩二監督の あの実録連合赤軍っていう映画を上映しようということになってたんですけど、ちょっと監督本人の方が連絡があって、まあちょっとこう
まあ、怒られお叱りを受けたということで、まあ、もう上映は今回はなしということになってます。で一応戦後の学生運動の流れと解説っていう風になってるんですけど、多分学生運動だけじゃなくて、まあ、かなり広範囲にわたって、まあ、左翼運動もしくは反体制運動っていうのを今回は喋っていきたいと思うんですけど、なんせ僕自身が、こうそういう風な僕自身の年齢がまあ20代なんで、あんまりリアルタイムの話っていうのはかなり語弊が出てくると思うんですけども、まあ今の世代僕含めて20代なり10代30代ぐらいまでの人たちは多分あまり左翼運動であるとか学生運動っていうものがかなり、分かりにくいところだと思ってて、ただまあニュース映像であるとか昭和のああいう映像でああいうヘルメットと、下馬棒を持ってマスクかぶってるような何か暴動を起こしてるような人たちがどういうような経緯であったり、どういうような流れでそういういろんな問題が出てきたのかっていうのを今日は話していきたいです。で基本的に僕も一時期そういう活動をやってまして、今は別にあのノンセクトというか特定の組織に属してあったりそういうものじゃないんで、まあそこは前提として分かってもらった上で話していきたいと思ってて、で今あるあの左翼運動の主な、まあ、左翼っていうものがじゃあまず何なのかっていうとこからまず説明していった方が、分かっている人はかなりちょっとあの 初期の説明になるんですけど、まずその左翼と右翼っていうのがあのフランス革命の後の議会で、議長席から向かって左側に要は革新派のそういうジャコバン派って言われるような、まあ貴族を倒した後にそういうやつらを全部撤廃しようっていう革新の考え方リベラルの考え方を持ってるのが左に座ってて、で右に座ってたのが、そういう保守派貴族やったりそういうようなそれを貴族権益を守っていこうっていうような人たちがいて、まあ、そこから左翼右翼っていう流れって、で一般的なイメージでは日本では左翼っていうのは要は社会主義であったり共産主義であったり、まあ共産党や社民党に代表されるようなああいう組織が左翼っていう風に言われてます。今多分抗議の意味ではそういう風に言われてます。で右翼っていうのが愛国心であるとか国粋主義、例えば9条問題で言って憲法9条っていうものを守ろうとするのがよく左翼、改憲しようっていうのが右翼って言われて、ただ、もう左翼右翼でももちろんいろんな考え方があるので、そこがちょっと難しいとこではあるかなと。まあそういうような感じで要は右翼の人でも人によっていやこの人左翼やとか、左翼によっては人によっては右翼って言われるような部分もあるので、まあ、そういう風なのがで今ある、まあ、主な抗議の意味でよく言われるような左翼運動をやってるような団体っていうのが、まあ、共産党系ですね。まあ、共産党っていうのは日本共産党で戦前までもあったんですけど、そこがまあ弾圧によって潰されてっていう、で言っときますけど途中でなんかわからん言葉とか単語あったらすぐ言ってください。結構専門的な、単語とかがよく飛び交ってくると思うんで、まあ、それ日本共産党ですね。よく、選挙の期間だったらよく、出てるように消費税撤廃しようだとかそういう社会福祉を守っていこうっていうような団体ですね。であと社民党系旧社会党ですね。これは社会民主主義っていうのを唱えて、まあ今やもう共産党とほぼ言ってるようなことがあんまり変わらないんですけど、まあ一時期は、かなり議会の中でも国会でも影響力があって55年体制っていうのがありまして、まあ自民党と社会党の、まあ、二党政治に近いような、まあリベラルと保守がやってるようなところを担ってたような政党なんですけど、今やもう、この間辻元清美とかが脱退したりとか、まあもう全然影響力は落ちてきてるという感じです。でまあ、あと新左翼っていう、後で新左翼がどういうものなのかっていう説明もするんですけど、まあ、そういうような、世間でいう過激派って呼ばれるような人たちが、隠れ蓑にして市民団体としてやってたりっていうのもあります。であとノンセクト系ですね。でこれは、難しいのがノンセクト系って言ってもいっぱいあるんで一概にはないんですけど、まあ、こういう共産党や社民党や、新左翼全機の団体に属してないまあグループですね。例えば最近高円寺の方で東京で素人の乱っていうグループがあって、そういうようなのも一応ノンセクトですけど、それ社会運動ですね。ちょっと左寄りもしくはリベラルな社会運動を実践したりしてるっていうグループもいます。で大きく分けたらこの4つぐらいの団体が今団体やって運動形態があるっていう感じですね。
で、まあ細かいのは言い出しはいっぱいあるんでちょっとそこは置いておきます。で、左翼運動の分かりやすい判断の仕方というか、これうがった見方になるんですけど、まあ、大体こういう主張してるやつは左翼やなって思ってもらって構わないのが、まず反戦ですよね。要は戦争反対で、憲法9条軍隊はなくそうとか、基地問題とかそういうもので、反戦運動をやってるっていうのが、まあ、大体左翼、左翼運動のあり方で、あと貧困問題ですね。さっき言ったあの消費税、なくそうであるとか、法人税を上げよう、要は企業からお金を取ってそれを再分配しようという福祉に力を入れようであったりっていうのが、まあ、そういうもので、あとマイノリティ問題について取り上げているような、例えばブラック差別や在日朝鮮人であるとか、あとアイヌとか沖縄のああいう琉球の問題ですね。で、あとフェミニストって呼ばれるような女性の、権利をもっと、充実させていこうっていうような運動をしたり、で最近だったらあのシーシェパードも、直接的には左翼運動、あ、外国の組織なんですけども、エコロジー運動で結構転向していってる左翼団体もあって、まあそういう自然環境の問題であるとか、ああいう動物愛護っていうのも元をたどれば結構元々はそういう過激派やったり、あの左翼的な政党がどんどん、緑の党とかっていうのがヨーロッパではすごい、あの今結構影響力があったりするのも元々はそういう新左翼系の向こうの新左翼、新しく出てきたような党派が、まあエコロジー問題とかにもうシフトチェンジしてってやっていってますね。で、そういうようなよく、ネットとかで言われてる赤とか、作用を打つみたいな感じの風な人たちは大体こういうような発言をしてて、でそれで選別できないちょっとこう急進的な考えを持ってる人たちっていうのも少なからずまだ日本にも残っていて、まあファシズムっていうのが最近一部のそういう革命派にとってかなり標榜されていることで、東京都知事選 の、 あの政見放送とかですごい一躍有名になったあの富山光一であるとか、あとは2日後の28日に呼ぶ、千坂教授という方も、そういうようなファシストと言いながらも結構極左やったり極右的な、もうそこら辺の激しい系の人たちは左翼とか右翼でくくれなくなっていってるのが現実ですね。で、もともとそういう左翼の歴史で言ったら日本で限定すると、明治の時代ぐらいから、ね、自由民権運動っていうのが、あって、そっから結構、自由民権運動ぐらいの頃から要は向こうの、そういう社会主義であるとかっていうものが徐々に徐々に日本にも伝わってきてて、でそれが、当時の労働組合の運動であるとかっていうことで、要は左翼は戦前から結構一時期影響力を持ってて、議会でも戦前の要は議会でも結構そういう左派的な政党っていうのは存在してました。で、それがまあ戦争 の、 あの 治、 が、治安維持法であるとか、共産党とかどんどん解体されていった、あと大逆事件とかっていうのがあって、まあ、そういうような弾圧とかによって、まあ、結構戦前の左翼っていうか共産党系ですね、共産党が結構強い力を持ってたんで、戦前はそれが一気に壊滅したと。でも、社会民主主義っていうのが考え方があって、それはちょっとこれも多分いちいち説明していった方がいいと思うんですけど、社会民主主義っていうのはどっちかかとざっくり言うと議会によって平和的に、社会を改良していこうっていう、要は資本主義の中で議会で要はこう福祉を充実させたりであるとか、そういうようなことを主張するような主義ですね。でそれの流れを組む人たちっていうのは戦中も一応、議会には残れたというのがあるんで、結構僕らのイメージで言ったら戦前はそういうちょっと、リベラルな考えやったり左翼的なことを言ったら全部弾圧されるっていうわけでもなくて、ずっと活動をし続けたりしてた人もいます。でまあ一番今日が僕が言いたいのは、要は1968年頃の運動っていうのに一番重点を置いてるんで、まあ戦前とかについてはちょっとそこら辺に置いといて、まあ戦後からですね、1968年までの流れっていうのをこう言っていこうかなと思ってて、まず戦争敗戦が1945年の8月15日です。
戦争終了が、終戦が1945年8月15日で、いや、その時にもう一気にあの米軍占領下になったんですけど、その後にかなり揺れを戻しっていう現象、要はいきなりさ、この間まで天皇陛下万歳って言ってたような人たちが、急にやっぱり民主主義が大事であるとか、そういう人権が大事であるとか、リベラルの考えに一気に傾くっていう現象が起きます。で、それで要は共産党の深まっていた人たちとか、転校っていう言葉があって、要は戦中に捕まって左翼的な考えの人が、要は拷問やったり、普通に自分でもう僕左翼やめて普通の考えになりますとか、そういう考えを捨てますっていうのが転校と呼ばれる行為なんですけど、まあ、それを転校しなかったり、あとは転校してでも捕まってたような人たちが、釈放されることによって一気にまあ運動が加熱していくわけですね。まあ、共産党がこうガッとこうまた決闘したり、途中で GHQ にあの解散命令を出されるんですけど、議会でも戦後の選挙で20議席ぐらい取ったんですけど、それはマッカーサーのあのレッドパージで一応公職追放ということで、公務員であるとか、はい、レッドパージって何ですか？赤狩りですね。要はあのそういう公共の公務員であるとか、あの政治家でそういう左翼的なものっていうのを一気にもう追い出すっていう公職追放っていうのがあったんですけども、まあそれは要は右翼の人にも、マッカーサーの前に、要は終戦の後にあの東京裁判とかで、処刑されたりとか釈放、獄中に入れられたりっていう人も、まあ初めそういう日本の戦争責任のを担がされた人たちっていうのが、まあ初めに追放になって、でその後要は民主主義っていうのを根付かせるためって言って出てきた共産党の人たちとかも、まあ、一応追放されるっていうのが、占領下の中で行われて、で、まあ、またその後結局未だに共産党残ってるから戻ってくるんですけど、ね、ちゃんと、まあ、そういう風にこう一気にリベラルの考えとか、この間まで、天皇陛下、軍国主義万歳って言ってた人たちがその揺れ戻しになると。でそれがすごいもてはやされだして、今や、読売新聞とか結構右派的な主張してますけど、そこが戦前のアンケート取ったりしてたら、要は結構論調としては天皇制をもう廃絶しろとかっていうのを読売新聞が書いてたりとか、朝日新聞が逆に保守的やったりとか、結構そういうような流れっていうのがあって、結構混乱期ですね。でそれに対して結構こう、要は日本人のこの流されやすい性格とか、何やん言ってるだけやんけっていうようなことに違和感を感じてた人たちっていうのも少数ながらいて、そういう人たちが、この終戦直後は要は文学者とか作家に、評論家とかに多くて、例えば、ここに書いてる太宰治や坂口安吾とかの無頼派と呼ばれるような文学の人たちだったり、あとは、小林秀夫っていう、評論家がいるんですけど、その人も一応戦争後要は反省は俺はしないっていうようなことを言ったりしてて、まあ、そういうようにこう、要はそういう流れ、また逆の流れっていうのにも違和感を感じた人たちはいるという感じですね。で、その後に要はその要は民主主義であるとか、権利が主張できるようになったんで、学生運動でいうと要は自治会っていうものがかなり盛り上がってきます。でその自治会っていうのも、皆さんの今大学行かれてたり行ってたようなとこにも一応根付いてるんですけど、かなりこう要はGHQ 自体が、 GHQ っていうのはあのちなみにあの日本を統治してたアメリカの占領軍のあれなんですけど、機関なんですけど、でそれがまあ要は大学とかでもそういう自治権を持たせるっていうようなこともして、要は自治会をこう力入れたりしたっていうのもあって、自治会が盛り上がるんですけど、結局は自治会っていうのはあの左翼的にならざるを得ないというか、あのそうですね、やっぱ権利を主張して変革させていくっていうので、まあ、かなり共産党であるとか共産主義社会主義にシンパシーを感じる土壌があるので、一気に自治会っていうのが左翼であったり の活動の場になっています。でその時に要は戦後すぐ50年、60年安保っていうのがあるんですけど、そこまでは共産党っていうのがすごい、そういういろんな学生運動であるとか、労働組合であるとかっていうので絶対的な結構影響力を持ってて、でそれの歪みが入るっていうのがその自治会問題で、要は共産党も要は、中国の
共産党が勝ったり内戦で勝ったりするのを見て、俺らも武装闘争して暴力によって要は日本を支配というか、まあ勝ち取ろうという流れになっていったんですけど、要はそういうような組織と、いやもう議会で、選挙によって議席伸ばしていきましょう、それで取りましょうっていうようなグループが分裂します。でこれが書いてある書簡派と呼ばれるような人たちと国際派という呼ばれる人たちで、この時代は要はソ連であるとか中国から資金援助であるとかっていうのもあったというようなことが言われているので、かなり日本が、まあ、割れたというか、あ、一部の左翼の中で割れたと。で結局この書簡派と国際派で、書簡派はもう武装闘争路線に入っていくんですけど、例えば火炎瓶で交番を襲うであるとか、農村に、学生を送ってもうそこで軍事訓練をするっていうようなことをし始めます。で、国際派と呼ばれるようなグループ、穏健派ですね、さっき言った議会で取っていこうっていうような人たちが今の共産党の元になっていく宮本賢治っていう議長がいるんですけど、あ、もう死に、最近死にましたけど、その人とかがのグループなんで、まあ今の共産党の原型がここから来てますね。でまあそれの対立が続いて、要はこう結局書簡派っていう武装闘争路線のとこは議会で勝てなかったんですよ。もう一切議席急激に減らしたっていうのもあって、いや、共産党の大会でもう揉めになって、結局書簡派追放というか一気に影響力が弱まっていきます。でそれを受けて要は大学生っていうのは喪失感に襲われるわけですね。要は昨日まで党っていうのは共産党が要は、武器を取って戦えと言ってたのに、ある日突然それやめて、あの歌声運動っていうのがあるんですけど、要はみんなで肩組んでフォークソング、フォークダンスですね、フォークソングじゃなくてフォークダンスを踊って、こう楽しく明るく変えていこうみたいなようなことを 言われるわけですよ、急に。そうしたら、大学生、当時の大学生は超エリートたちなんですけど、ガチでこう武装闘争やっていこうとか血気盛んな人たちが多いので、ふざけんなと、あんな風に歌声で 歌って踊って、そんな風なリア充は無理やっていうので、かなりここで揺れ動く人たちがいっぱい出てきます。でさらにそこにあのスターリン批判っていうものが55年か6年に行われるんですよね。でそのスターリン批判っていうのは何かというと、ソ連の指導者のスターリンっていう人が死んだ後、フルシチョフという方があのソ連の書記長に就任するんですけど、その人がいやスターリンはちょっとやりすぎやったし、あいつあかんわっていうことを、公の大会で言ったわけですね。それで今までソ連っていうものは素晴らしいもので、もう左翼の天国やというふうに大体世界の左派と呼ばれるような人たちは思ってたのに、そのスターリンは結局ああいう強制労働とか収容所とか秘密警察っていうようなもので結構えぐいことやってたよなっていうのが露見するんですよね。じゃあそうなると、今まで共産党とかやっぱソ連はすごいよっていうふうに教えてたわけですよ。でそこでやっぱまた分裂しちゃうんですね。なんやね、今まで俺たちが信じてたものは何やったんやというようなことで、どんどん割れていきますっていうのが、まあ60年安保の主導になっていくまたグループの話につながっていくんですけども、まあこの要はこの武装闘争路線と穏健派の問題っていうのが1950年問題と言って呼ばれてまして、これ大島渚監督の日本の夜と霧などで描かれているので、映画なんで結構まあ専門用語飛び交ってる、面白くない人には面白くないんですけど、結構こうそういう悲しみみたいな、まあ、青春期の悲しみみたいなのが書かれてますね。でまあ当時の背景として、まあ冷戦構造が明確化していくっていうのと、朝鮮戦争が勃発して南北に分断したりであるとか、中国の内戦が終結して、あの国境の国民党と共産党が戦ってますよね。でまあ国民党は負けて台湾に今行ってて、中国本土は、共産党の天下になるとかっていうような背景があって、要は日本でもかなり再軍動が盛り上がったりであったり、そうアメリカ反米感情みたいなのが出てくるわけ で、まあ流行というのもこういうのがあります。でここから、一番皆さんのイメージするあのデモとか、ああいう風になっていくんですけど、それが、最近でもあの沖縄の基地問題とかでよく問題になってるあの日米安全保障条約安保ですね。で安保締結に反対するこう市民や学生や労働者が、まあ、国会を取り巻くわけですよ、何万人も。
でそれがすごい全国的に盛り上がって、でそれがさっき言ったスターリン批判とかに関わってくるわけですよね。でこれで、スターリンはダメだったんだと。じゃあこれはちょっと共産党なんていうものはこういういい加減でいろいろなんやねん俺ら振り回しやがってっていうような感じで分派行動に、いや組織を分裂させます、共産党の中の何人かが。で彼らが接近していった思想っていうのが、全員ではないんですけども、大体主流なのがトロツキーという人の考えなんていう。でこのトロツキーっていう人はスターリン、レーニンというソ連を作った人がいるんですけど、その人たち の部下でした。でその人トロツキーとスターリンが要は権力争いをして、トロツキーは殺されちゃうんですよ。でどういう思想の違いかっていうと、スターリンは一国社会主義と呼ばれるように、要は俺らの国だけが社会主義であればよくて、それがまあ徐々に影響力を及ぼしていったら社会主義国家がどんどんできていくんじゃないかなっていう考え方と、トロツキーは要は一国だけじゃなくて社会主義や共産主義っていうのは全世界がそれにならなければ、あの社会主義や共産主義には成り立たないと、っていうことで要は世界同時革命であるとか世界革命論っていうのを作るんですけど、まあ、そっちの方にこのスターリン批判を行われた後流れていく学生や、そういう思想家とかが多かったんですね。でその要は共産党がそういうような分派活動をしていくようなやつをどんどん除名します。共産党よく除名するんで、この間も仲良かった人でも気に食わんかったら除名するっていうようなことをこの時代ぐらいは結構積極的にやってたんですよね。でそこで出てくる、左門とかって呼ばれる、要はお前裏切ってるやんけっていうようなことをこう尋問するわけですよね、何人か囲んで。で時にはそれが暴力になったり、死亡者も出たっていうような噂も、噂っていうか死亡者も出たっていうようなことがあって、まあそこが後々出てくる、今日上映しようとした連合赤軍の問題とかのにもあるように、要は左翼って結構そういう内にこうこもっていくような性質も確かにあって、まあそこら辺でこう揉めるわけですよね。でまあ、それ除名されたメンバーが中心になって、この共産主義者同盟ブントっていうのを立ち上げます。これもともとマルクスとかが作ってたような団体で、そこから名前を借りてきてるんですけど、このブントっていうものが、さっき言ってた自治会、各大学の自治会を全部まとめる組織があるんですけど、それが全学連という、全日本学生自治会総連合というものの略なんですけど、全学連というグループの主導権を握ります。要は共産党をはぶられたやつですね。でこいつらがこの60年安保の、安保条約反対の、デモのかなり先頭的な役割を担っていくんですよ。それこそ国会、武装、火炎民闘争もしてたと思うんですけど、要はまだこの時代はちなみに下馬棒と呼ばれるような木材の柱を持ったりヘルメットをかぶったりはしてないです。みんな学生服である爪襟とかでやってます。なんでかっていうと、この時代まだ、大学生っていうのは全人口の 6% しかいないんですよね。超エリートたちで、まあ、そのエリート主義が行くわけですよ。こう俺たちが世界を変えるんだと、要は俺たちについて記載すれば、変わるっていうような、要はエリート主義と、あとナルシティシズムですね。僕たちはどっかにそういうような潜在意識が込められてたっていうのと、この60年安保って要は左翼運動によく見られ、ってよく見られるんですけど、実は結構愛国主義的な側面もあるんですね。それ何かっていうと、要は日本がアメリカにこう要は下につけられると、それはちょっと許せへんっていうようなことやったり、要はこう自分だけの国が平和であればいいというような、まあ、ある種愛国主義的な側面をすごく持ってて、でそれやからこそあんだけこう後の運動にはないような何万人であるとか普通の市民も参加するようなそういうような運動になっていったんではないかなという、はい。世界同時革命のトロツキーの考え方とはナショナリズムの考え方でまだ矛盾していきます、ね。矛盾するんやけども、そのナショナリズムっていうのが、左翼のナショナリズムはどっちかというと、要は俺たちが日本を革命することによってそれが全世界に広がっていくんだっていう、ナショナリズム、スターリンのやってるのと一緒じゃない？スターリンというか先駆けになろうとしてたっていうような、要はこうまずは日本がまず革命を起こすと、でそれによって世界にももちろん影響力じゃなくて自分たちが行ってたのかどうかまでは発言はしないんやけども、結構そういう、要は自国からまず俺らが
全世界を獲得するんだっていうようなことをブントは言ってて、だから結構かなりナルティシズムでナショナリズム、要は自分日本ありきでの革命論っていうか、改革論っていうかが、世界同時革命に先駆けてみたいな感じ。そうそうそう、世界同時革命の要そう先兵となって、で文との合言葉っていうのが要は全世界を獲得するためにっていう、まあこれは第二次文となるかもしれないけど、まあそういうこの時代はそういうふうにこう要は自分たちがまずは学生っていうものがまず立ち上がってデモ行進や、そういう警官隊と突撃することによって市民たちは目覚めるんだっていうような、いやそういう感覚があって、なおかつしかもそれが市民も結構そういうような、要は戦後すぐでやから戦争の記憶がすごい強い人たちっていうのもいるからこそ、要は安保条約であったりそういうアメリカ軍にこうそれ軍事同盟を結ぶってことは戦争に直結するんじゃないかなっていうような、要はナショナリズム、反米愛国っていうような考えにどっと流れていくっていう感じ。はい、情勢としてここには書かれてないですけど、ハンガリー事件。そうですね、ハンガリー事件もかなりきっかけですね。ハンガリー事件でソ連がハンガリー の、はい、動きを戦車で踏み潰したっていうのがあって、そうですね、それですごくみんなかなり、はい、もうソ連に対する何やこれはみたいな、はい、そのハンガリーのそういう独自のこう社会主義のあり方をこうその社会主義圏のボスであるソ連のやり方にちょっと要するに逸脱しただけで、はい、本当に戦車で乗り込んでいって潰してしまうということがすごくかなり学生は大きな、なんか衝撃で、なんかこれは明らかに違うみたいな、でやっぱりソ連はダメなんだっていうような、だからそこがすごくこう独自、日本の独自社会主義、俺たちはこれが自分たちでやるんだ、そうですね、要はソ連でも中国でもないような、うん、こう独自の社会主義、まあ、共産主義的な国家をまずは自分たちでっていう、かなりもう愛国に近いですね、自分たちの独自の路線、はい、審査用ってそっちです、そうですね、で ここで参加してたような人、60年安保に参加してた人やったり、その50年前、50年問題の時とかの左翼の人たちって結構その後保守派に転向してるんですよね、うん、西部進であったり、あと鍋常も、戦後すぐに共産党に入党してるっていう、清水喜太郎もすごい検討しましたよね。あ、そうですね。あと中曽根のブレーンをやってた、ちょっと名前失念したんですけど、中曽根っていうかなりまあ保守、あ、後藤だ。後藤だじゃなくて、中曽根のブレーンをやってたような人たちも、もともと60年安保で要は学生側として戦ってたような人たちも結構自民党に入ったりとか、塩崎とかはもっと68年頃 あの運動の経験者なんですけど、あとは藤森教授もそうです、ね、そうです ね、みんなこう共産党であったりそういう60年安保運動で運動した人とは結構この世代の人たちは保守側に転向するような例が多いのも、やっぱりそこの潜在的な部分に愛国主義であったりナショナリズムであったり民族っていうものが先行して考えられてるっていうのもかなりあったんではないかっていうようなのが、面白いことにこの国会を包囲してたこの安保闘争の時は、はい、実力現場でのこう要するに戦いですよね、はい、殴り合い突っ込み合いでは朝鮮総連の前衛隊とか戦隊がものすごい切り込み隊として、そうなんですか、すごかったです、警官隊とやり合って要するに市民が学生が、はい、負け込んで出した時に、はいはいはい、それを今度は巻き返すのに、はあ、総連の青年部が、それ初めて知りました、へえ、竹槍やテスパイプで、はいはいはい、すごかったらしい、へえ、そのいきさつは何だったんですか、ん、それはね、要するに安保闘争の時の国会の前の、お堀場のところで、お堀端のところで、何でも市街戦だったんですけど、実際にこう、もう、実際その当時も警官とかもピストルを打ち出して、ヘルメットもかぶってたし、ピストルを実際実弾で、そうですね、発射してました、ね、それでみんながわーっと逃げ出したところに、そこに朝鮮総連の突撃隊が突っ込んできて、なんでそもそも朝鮮総連の人らは参加したんですかね、いやもうこの当時朝鮮総連の人も要するに左の側っていう形で参戦してる、そうで今のイメージではそう金正日の拉致問題とかで日本人のイメージは悪いですけど、あの頃はよくかなり
その社会主義圏っていうので、あの北朝鮮とかソ連、中国っていうものに対してものすごいシンパシーを感じてた状態で、だからあの当時はそういうこう、ここにはもちろん書かれてないですけど、朝鮮総連系のこう人たち、在日朝鮮の人とかも、すごくこう左翼系の活動では、はっきり言って矢面に立って戦ってたと。ただこれ以降だからこう日本その 日米安保闘争以降はまたちょっと別っていうかなんですけど、もちろんこの中には書かれてないけどですね、まあそういういわゆる第三国人と言われてた人たちの中にも大きなそういうそういう流れがそういうことになって、実際僕のおじさんに当たるような結構遠目の人もその安保世代でかなり総連の活動家で行ったりとか、なんかよく言われるように、あの北朝鮮はまだこの時情報があまり伝わってきてないから、向こうは地上の楽園だっていうようなことで帰国事業であるとか、まあ社会主義に対してかなりポジティブなイメージが強かった。でも幻想ですね。そう、幻想ですね。実際は理想化されてたし、まあ、これからは社会主義しかないっていうふうに言って、あのソ連から抑留で帰ってきた元兵士とかもみんなそういう風に、そうですね、まあ、洗脳教育されてたし、実際そう思ってた。社会正義はやはり社会主義にしかないっていう、そうですね、かなりそっちに、本当にあの安保闘争がすごく盛り上がったのは、その当時の岸首相のやり方とか、あれが人気がものすごく悪かった、ね、しかも A 級戦犯としてっていうのもあったみたいですね。 A 級戦犯なのに首相になってっていうことで、すごく国民から恨みを買ってたし、はい、で見た目もあまり普通も悪いんですごくこう小学校の 作文にまで岸首相は悪い人だったので、すごくこうイメージ的にも悪い、評判が悪かったから、はいはいはい、市民がすごくそれで騎士は悪いっていう形でイメージで結構動員された人も多かった。かなり強行採択とか、要は安保はかなり強行的に採決されて、でそれが余計に、あと一人東大生の神場道子っていう人が死んだっていうのもかなりターニングポイントになって、要はもうそれ女の子、しかも大学生の東大の学生が死んでしまったっていうのも、それは60年安保の時に、でそれで一気にもうもっと運動が、要はヒューマニズムも加わってこうどんどん感情的になったっていうのが、あの石原慎太郎も当時は反安保でやってたんです最初。あ、そうでもね、かなりあの石原慎太郎の、あの書いてた太陽族って呼ばれるような人たち、太陽の季節であるとか、石原慎太郎の精神性がかなり当時のこの安保60年安保に参加したの人をうまく表現してるっていうふうには言われてたりもしますね。要はああいうような結構愛国主義に結局石原慎太郎はどんどん流れていくじゃないですか、保守思想に。それの下地、結局石原慎太郎 あのやってたやつってかなり当時はもう不良学生で、誰もこうパンクスみたいなもんですよね。こうあんまり共感されないような、要はハブられもアウトサイアウトローみたいなものがどんどんやっぱ保守思想に流れていくっていう下地とかも、かなりこう若年層の心理とかもここに集約、あそこに結構集約されて表現されてるんじゃないかっていうような。だからおそらくそういうバンガラの人たちと、それからインテリなエリートの人たちとか逆に一緒になって、そうですね、それで騎士はその当時売国奴って言われて、保守っていう、保守っていうふうに、保守右翼っていうふうにの右翼っていうふうな形で言われてるけども、その当時は売国奴、はい、アメリカに国を売る、負けてはいる、みんな負けて悔しいっていう気持ちがあるのに、そこにさらにアメリカの下につくような南方を無理やり通す日本の首相って何なんだろう、はい、お前はもともとおまけにお前は永久戦犯で、おめこぼしで、要するにアメリカからおめこぼしで据えてもらったアメリカの犬やっていう形で、いわゆるこう左翼っていうよりも戦前の気持ち、そうですね、それにそういう気持ち、すごくこうあの当時のルサンチマンとか、はい、負けてしまったやつがさらにこうお別荷を使う、その永久戦とか、お前もともとは満州国、満州国の経営に携わったエリートで、エリート官僚で戦争継続をして北条英機とも近かったっていう人が、うん、
何を裏返ってアメリカの下につくんやって、そうですね、すごく日本の民衆も広く恨まれたっていう。でさらに右翼の人たちもこの安保闘争は要は学生とかこっち側、いや左翼右翼あんま問わず右翼の団体も結構こう反安保で戦ってたっていうような事例もある。もちろん向こうに雇われたヤクザ者の右翼が結構学生に暴力を振るったり日本刀で切りかかるっていうような事件もあったらみたいやけども、結構そういうような愛国心のある人たちは結構流れていくっていうのが、そこが面白いのがその当時の児玉義雄ですね、はい、児玉義雄が肝入りで金政界とかっていう形ですね、はい、安保闘争の時に岸とかそこら辺の側から国会を警備するために日本中の暴力団を組織してくれないかっていう考えて、はいはい、それで報告なんて報告隊の中っていうそういうね暴力団の要するにもともと右翼も思想も何もないんだけども、要するに人脈でもって、はいはいはい、自民党の側を守る、はい、暴力団の警備隊を作ろうっていうそういう動きがあって、それがもう警察ともう共闘する、そうですね、だから敵やも幕府ともその時は要するに反左翼っていうかその当時左翼とも言い難いそういう市民側と戦うためのに、はい、昔のもう機関銃とかも全部は与えられてて、いざとなったら実弾で与えられて、国からですか、国から回されて暴力団体経由とかで、それで暴力団が先頭に立って要するに不正規でこう市民を撃てと、撃ても構わない弾圧する側に回れという話までやってたんです。児玉一周ね、政治家っていうかフィクサーみたいな、裏でかなりもう牛耳っててみたいな、そうですね、黒幕完全にもう俺らがイメージするああいう昔の黒幕みたいなの本物みたいなんで、でそれそう、この人はなんか家に後にセスナ機で右翼のやつがロッキード事件、そうですね、あれでちょっと役者やったポルノ俳優で野良猫ロックとかにも出てるような人がセスナ機でその本宅に突っ込むとかっていうようなことも余談であるあったような人 で実際この文東の花形の院長って言って呼ばれ花形の院長として扱われた唐牛健太郎とかっていう人も右翼の結構援助を受けてたっていうの、要はだから文党っていうのはかなり極左っていうような感じやけど、やっぱ右翼の人たちがシンパシーを感じてそういう資金援助であるとかその逮捕された後とか出てきた後に結構面倒を見たりとかしてたっていうようなことも語られてた。右翼の人はそのナショナリズムっていう側面から見てシンパシーかなりシンパシーを感じてたんやろうね。そのまあ、それも公にされてかなり要は左翼が揉めて、要はやっぱ裏ではそういうような卑怯な黒、取引があったんやっていうような論調が結構締めてたんやけど、やっぱりそういうような今から見るとそういうような右翼左翼の、で言えないものがまだ60年安保の時にはかなり精神性としてあったっていう。でそこから流れていくこの68年、いや60年安保以後よく70年安保とかっていう言われ方をするけれども、やっぱりそれとはまた違うくて、68年のこの運動っていうのはかなり特殊性があるっていうのがこの時と違ってくるのが、まあこの60年安保の流れから言うと、60年安保結局敗北したっていうようなことになっていくよね。要はデモで何万人が取り寄せたりいろいろこうストライキをやったりしても結局は安保は自然に延長されてしまった、締結されてしまったっていうことがあったから、それによってこう総括と呼ばれるような要は反省をどうするかというので、何が悪かったんだとかっていうので、こうかなりまたその文とも分裂したり潰れちゃいます、消滅していきます。で、まあ、文ととは違う流れで共産党から分裂したグループっていうのが革命的共産主義者同盟、核共同という呼ばれるようなグループ、結構これも大きい。後にこっから中核派であるとか、核丸派っていう、まあそういう団体ですね。過激派団体が生み出す、またその時は一つにまとまっている時で、まあこういう風なものも分裂していきます。で、
まあ、ざっくりそこの細かいセクトの話とかっていうのも、今回はまあもっとそんな細かいところは言わずに大きい流れを言いたいんで、まあ、それに代わってまあ全学教頭会議全教頭っていうのが出現してくるんですね。その安保闘争以後の68年ぐらいから、どんどんそういうふうなものがやってて、でその全教頭の特徴としてはやっぱ特定のセクトに入っていない、ノンセクト、ノンセクトラジカルっていう、要は普通の学生が全教頭という、まあ、組織は組織なんやけれども、まあそういう、また全学連、要は自治会とはまた別のもので、自治会っていうのが、今もそうなんやけども、本当言ったら学生の自治会っていうのは全員強制参加、要は学生は一人一票持ってるっていうことを前提にあるんやけど、全教頭はまたそことも違う、要は言うてみたら縛りがあまり少ないっていうようなことで、学生がコミットしやすかったっていうのがあって、全教頭という、この頃からどんどん武装化が始まっていきます。要はヘルメットをかぶって、要はマスクをして、下馬棒を、木材を、槍代わりに使うっていう。結局それって、はい、トロッキーの軍事論の影響をものに受けてる。これはかなりいろんな説はあるんですけど、なんで武装化っていうか、ある種武装化していったかっていうのは、警官隊自体がジュラルミンの盾であるとか、放水車を持ち込んだり、かなり警備が、警察が軍事力を、強めていったっていうのがあって、でそれは相互でいたちごっこでどんどん強まっていくんですよね。はじめは要は学生も何もし、やって投石とかだけやったんやけど、それじゃあこう向こうもああいう鎮静するためのああいうなんていうか銃というか催涙弾とかも、いや水平撃ちって言って、催涙弾って普通はこう放物線上に撃つんよ。あれは三里塚闘争で、三里塚で羽田の闘争ぐらいからそれがやり始めて、要は水平撃ちで銃側に撃つから、もう直撃したらかなりもう死んだ人とか渋滞とかってなるような、まあ向こうも武装化がしてきたから、こう何にもなしで行っちゃったら、うん、さすがに怪我するっていうような行き来意識から徐々に67年とかの羽田ぐらいの時まではかなり学生側が軍事的には優位やったっていうような説もあって、結構機動隊が蹴散らされたりとかっていうのもあったんですけど、まあ、向こうも放水車の導入とか、それ催涙弾の水平撃ちであるとかっていうのでかなり対抗し始めて、どんどん僕らが想像する学生運動のああいうヘルメットに木材を持ってるっていうようなことがどんどん68年頃の前後ぐらいから武装化が始まっていきます。要はここにも書いてるように、60年安保まではその爪襟姿、要は学生服っていうものを着てるっていうのは一種のエリート主義の表れやったんですよね。こう結構写真残ってたらみんな黒の爪襟を着て、それでスクラム組んでるんですけど、68年ぐらいの運動っていうのはどっちかっていうと、まあ一概には言えないですけど、ああいうジーパンにこうシャツみたいな、こうかなり機動力も上がるっていう、まあ、それは軍事的な側面もあったのかもしれないですけど、まあ、そういうようなラフな、もっと市民化主義だっていうようなことはあります。で、ここら辺で、確か大学生の入学率がまだ、でもこの時代でも 16% とか 20% に届くか届かないかぐらいで、まあ、またエリートといったらエリート、金の卵とかって言われるようなのがもうちょっと前にあるんやけども、そういう集団就職で田舎からどんどん中卒であるとかの子がどんどん来てることから考えると、学費が下がったり、入りやすくは次第、全教徒っていうのは結構私立大学が強かったですね。まあ、東大っていうのが有名な全教徒でありますけど、結構私立大学、マンモス大学であるとかがどんどん力を持ってきたっていう。でかなりこう、ね、そうですね。日大がかなり有名ですよね。で、関西でも関学であるとか、龍谷大学とか、まあ、立命館とか、まあ、大体も当時は百何十校が全教徒結成してる。確か、白百合女子大と学習院。学習院にも。いや、学習院にもあったみたいです、ね。あったんですか。はい。で、学習院は、なんかヨタ話があって、学習院はビラ撒きした後もちゃんとそのゴミを拾って帰るからさすが学習院やってって言われるぐらい、あと女子大とかにもあったり、ちゃんとこう結構国学院にもあったりとか、結構そういう保守の牙城と言われるような大学にすら全教頭はあったっていうなんですね。で、まあそのエリート主義の側面を、問題点を改善したけれども、結局この人たちが行き着く先っていうのは自己否定の精神なんですよ。要は、よく当時使われてたスローガンに大学解体っていうものがあって、要はこう自分たちはこうの育ててる大学っていうものがダメなんだと、大学生やのに自己矛盾を抱えるような
それがよく後世の保守派の人たちには、ああいつらどうせおままごとであるとかっていう風に言われるんですけども、彼らは大学を変えたいとかっていうような、自治会運動ではないんですよね。完全に自己存在をかけた、戦いであって、でそれがよく誤解されて自分探しの運動であったとかっていう風に言われますけども、もっとこう東派戦に属さずにやっていくっていうような、そういう精神、かなりこう実存主義っていうフランスのサルトルとかが提唱したような考え方がかなり下地にあったのが行き着いて、要は、まあこうそこが行き着いていけばだんだんこう世界同時革命だとか革命っていうよりかはどんどん内的世界に入っていくんです。でそれが結局マイノリティ問題、この当時からウーマンリブ運動であったり、ブラック差別の問題であったり、そういうアイヌとか沖縄っていうような、あの琉球ですね、日本以外の民族の問題であるとかっていうのがかなり顕在化していきます。でこれがまあ僕が見てたり本で読んでて思うのが、やっぱりポストモダンを予見する形、80年代ぐらいから始まっていったポストモダンの流れにかなり予見的な行動をこの68年頃から始まってますね。で、この精神性の火事が義士、要は偽の歴史、要はオカルトと呼ばれるような、日本はユダヤ人の作った国家であるとかっていうようなところにまでどんどん行っちゃうんですよね。要は自分の民族性さら否定していかないと、もう要は自分は被害者民族であると、要は日本人というような被害者民族であって、その民族性を否定しない限りは、要は革命なんていうものは無理なんじゃないかっていうような、もうどんどん内的内的、世界に入っていって、極端な家畜人ヤップ、そうです、家畜人ヤップ、あれが流行ったりとか、渋沢滝子の茶道とかっていうような、ああいうようなちょっとこうオカルトに近いようなことが結構当時は流行ってて、でその流れっていうのはオウム事件ぐらいは あったんですよね。でオウム事件までみんな覚えてるように、まあ、オウム事件ってオウム真理教のサリンとかの事件があって、あの時ってよく心霊現象であるとか、あの UFO であるとか、そういうようなノストラダムスとかっていうのが結構メディアで平然と流れてたっていうようなのは、この時代ぐらいの内政的な動きからどん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 集約されていくんですよね。そうですね、あれがもっとだって霊媒師とかよ、普通にテレビに出てた、今でこそまあ徐々に減ってはいますけど、結構当時視聴率も取れてたというのがあって、まあ、それはどんどんで、これにこの要は内政的にマイノリティ問題にどんどん入っていくっていうのが象徴的な事件があって、それここに書いてあるんですけど、あの火星と告発っていう問題があるんですよ。要は華僑の留学生による組織で、それがこう69年のぐらいに、要は集会で、要はお前たちは、家業の留学生たちが、要はあんたたちは差別知らんけって、そんな風に平然と偉そうな革命だなんだって言ってるけど、俺たちみたいな民族を差別知るんじゃないかって言って、その時に出てた審査翼の要は代表的なグループ中核派とかっていうのがもうやじられまくるっていう事件が起きて、でそれは華僑の学生たちがやじったんじゃなくて、その問題告発した後にノンセクトのこういう全教頭の人たちが中華家が要は謝罪するわけですよ。自己否定、総括をこう演談ですることになって、いや僕たちはこうそういう意味でやってたんじゃないとかっていうのを言って、もうみんなやじりまくって、でそれに重きを置いて、中核派とかっていうのはかなりそれに重きを置いて、今まで片手間にやってたような、要は沖縄返還の問題であるとか、ブラック差別の問題であるとか、在日朝鮮や中国人の問題っていうのは結構この当時60何年、までは片手間と言っちゃ悪いけども、まあそこよりまずは革命やからっていうような風がまかり通ってて、その告発をきっかけにどん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 もっと内、その言ってたような内的世界に入っていくっていう、ブラック問題のことに、最終的には東アジア反日武装、そう、反日武装戦線っていうのが出てくるんですね。この、ここには書いてないんですけども、この流れを組んで、あれ70年代後半とかに、そういう企業の、ビルであるとかを爆弾で破壊しまくるっていうようなやつが、あれはまた日本赤軍の流れなんですけど、反日武装戦線っていうやつらが来て、そいつらが唱えたことっていうのは、要は日本民族を全否定するっていう、自分たち日本民族であるけども日本民族を否定するっていうような考え方で、アイヌ主義の土地を変えて、そうですね、アイヌとか、その人らは
もともとどういう人？もともとは結構そういう学生の時は要は活動家、どっかのセクトであったり、そういう市民運動みたいなのやってた人たちやねんけども、その反日武装戦線っていうのがなんでそこまでバレてなかったかっていうのは、一切一般市民を装ったメンバーが柔軟に、ハラハラ時計って有名な、そうですね、あのテキストって言ったら爆弾の作り方、爆弾の作り方かつ非合法活動の仕方って虎の巻が配布されてて、絶対に普通の生活をしよう、左翼の生活に習慣にも絶対行くな、言動にも一切気をつけて、あくまで灰色の市民像として目立たない生活をしよう、その非合法活動のもうマニュアルみたいなのがあって、それを厳密に守ってたら誰も分かんない、公安も全然早くできない、チェックしなかったみたいですね。だから結構死傷者が、要はもう東京のど真ん中のあるビルとかバンバン爆発させまくるから、丸の内がね、もうめちゃくちゃ、そうですね、ガラスが雨が降ってきたって言って、でそれとかっていうのも、この要は内的世界の問題からどんどんそれの極端に出たのが多分その反日武装戦線っていう、そこから10年後とかに、グループが出てきて、まあ、結局その人たちはかなりもう全員しょっぴかれたんやけども、まあ、そういうようなことが象徴的な事件として、でその延長線上にやっぱオウム真理教とかのああいう宗教観とか密教とかにもつながってくるっていうのをファクターはこの時代にもすでにあったんじゃないかっていう、あと書いてないけどやっぱりこの精神的支柱はやっぱ吉本隆明があれですね、68年と吉本隆明自体が要は共同幻想論っていうのが有名なのあるじゃないですか、あれも結局オカルティックなんですよね、まあ、そう、もう共同幻想っていうものっていうのを、要はそこまで僕はしっかりと読んで理解でき、あれめっちゃ難しかって理解できなかったんですけど、その幻想であるとか、あれもう漠然としたものっていうのにどんどん魅力があったり、あとはこの60年安保の時とかにそういう文徒系でやってた人たちとかも、有名なトロツキストの太田龍っていう人がいるんですけど、その人ももう死ぬ、最近死んだんですけど、その人も直前までもう陰謀論とかかなりとんでものをいっぱい書き上げてるような人たちが、途中でまあ、お配信が始まった、ユスリムがツイッターで誰かつぶやいてみてください。まあそういうようなちょっとオカルティックなものに走っていくっていうのがこう68年の精神性で、で、まあ、全教徒の特筆する点っていうのが、さっきも軽く言ったように学校教育がいかにいいものであっても、それは結局国家的、要は大学、国立大学や私立大学でも国家的に統治されて従属し回収されて、よく僕学生の時にも言ってたんですけど、要は学校はサラリーマン養成工場やんけっていう、そうじゃない、サラリーマンで国家のために帰属していくような組織じゃないはずやろっていう、それの欺瞞性っていうのを暴露した、要は、象徴的な事件が東大全教徒の安田講堂っていう有名な、よくテレビでも使われてるああいう落城とかって言われるような時に、丸山正夫っていう戦後を代表する、もうそれリベラルな60年安保にも参加したような教授に対して、徹底的にその人の教授室とかを破壊したり、資料を焼いたりして、丸山正夫はこんなナチでもやらんかったっていう、ナチスでもやらない蛮行を彼らはしたって言ってるけども、その精神性も何ら矛盾してなくて、いやリベラルだろうが左翼だろうが教授やったりそういうものに帰属してるっていうことはもう敵であると、もう それはこう、このベトナム戦争も一緒で、アメリカ軍がいて、そこから日本軍に基地があったり、日本、アメリカと同盟を組んでるっていう時点で自分たちは加害者やんけっていう、被害者ではなく加害者であるっていうようなことを盛んに言っていって、で彼らが言ってて、全教頭がよく言ってたのが戦後民主主義否定っていう、いやもうこんな欺瞞しかないっていうようなこと言ってる、これは僕最近のネット右翼っていうものの一緒で、戦後民主主義否定であるとか、いやアメリカに押し付けられた憲法はダメだ とか、あとそれが弾劾世代への批判とかっていう、前の世代に対するアンチテーゼっていうのを言ってるようなネット右翼の精神性にかなり近い。なぜかっていうと、ネット右翼っていうのは嵐であるとか攻撃何も生み出そうとはしない、要は感情の吐き出し口として言ってるっていうのが、その一緒って言ったら語弊があって、もちろんこれは僕の意見であって全然そう一緒ではないのかな、かなりシンクロニティがあるっていうようなものは、このネット右翼とかっていうような現在のそういうような
動きっていうのにもシンクロしてるんじゃないかと。文化大革命あれ一夜でしたね。あれが60年代ぐらいで、かなりもうそうですね、60年ぐらいで、あれがまた入ってくるから。そうなんですよ。それでまたこういろいろと混迷の度を増してきて、もうそうですね、文化大革命で造反有利で、それまでのシステムを判断することこそが正義である、理屈あるっていう。じゃあそれが最終的にはポルポトの虐殺にも。そうですね。で、革命無罪って言ってて、革命したら何罪が浄化されるんだっていうようなことであるとか。で、ここから菅秀美っていう方がやってる68年度の僕が当主になるんですけども、この68年にあたりに定義された問題っていうのが、現代は要は能動的にじゃなく受動的に全て受け入れられてきてると。要はそれは要は、僕らは要は今女性差別平気でしませんよね、そんなんダメやんけっていう風な平気で一般市民が言えたり、あとはこうエコについて、エコはなんとなくみんないいことやんねっていう、ポジティブにしか考えれない。それはまあ別に個人個人ではもちろん違いはありますけど、こう社会的に見てエコをこんだけ大企業すらが言ったりっていうようなことがあって、でこの大学解体っていうテーマすらが受動的にもうなってきてると。それはまあもちろん少子、少子化とかの問題も一応 もろもろあるんですけど、こうゆとり教育なんかっていうのもこの人たちが定義しちゃったようなことの、要は間違った解釈のこう自由化っていうのは、この68人のテーマっていうのはかなりもう、実際この世界革命当時68人っていうのはパリであったり、もう全世界的に運動が一気に盛り上がったっていう、五月革命とかドゴル政権に倒れた、そうですね、フランスはかなり有効でやってて、でこの時代まで要はエコ公害問題であるとかっていうのは一番批判しないとあかん労組であるとか社会主義系の人たちってあんま言わなかった。なぜかというと、要は公害問題で工場のそういう規制をすると労働者の利権というか、まあ権利が取り上げられるんじゃないか、だからあんま強く言わなかったっていうのがあって、でもそれも全部この68年の頃のそういう運動体っていうのはもうそういう欺瞞性をどんどん暴いていった。でそれが自動的に受け入れられて、結局このそれこそアメリカが行った軍事行動すらも世界同時革命、自動的な反革命的な革命として実現したんじゃないかっていうのを菅さんは言ってて、かなりこれは面白いなと思います。結果論ですね。結局それが結果論、完全に要は能動性がなく、まあ、結果的に今はそうなってるっていうことで。でこのアメリカの問題ちょっと、脱線しますが、アメリカのそのネオコンというネオリベとかネオコンと呼ばれてるような人たちって、もともとなんかトロツキストの流れを組んでるっていう。だから開戦当初からでも実は戦争することによってアメリカを滅ぼそうとしてるんじゃないかと。要するにわざと武力のふりをしてアメリカを中東にコミットさせて、結局はアメリカのシステムそのものを崩壊に導くのが本当の目的なんじゃないかという話まで実際あるジャーナリストはですね、それ面白いですね。確か田中なんとかさん、宇宙のウトラの人、ああ、ね、そういうこと。基本的にアメリカとは敵ですよね、基本コンサバティブなネオコンとは、アメリカ、そうですね、アメリカの思想とはかなりかけ離れてますよね。でまあそれが僕はこの68年っていうのがかなり重要な契機になったっていうのが、まあ、もちろんそういう左翼側の目線だけじゃなくて、そういうような、今問題視されているそういう人権であるとかブラック差別の過剰な、よく右派の方は言うんですけど、そういうか、ブラック差別や在日や利権があるとかっていうようなことにまで行くぐらい、それのマイノリティやものの尊重するっていうことがこんだけ市民レベルで、まあ、日本はですけどね、日本は行き着いてると。でそれは多分世界的に見ても京都議定書であるとかっていうのが平気で先進国がサインをする、男女共同参画とかっていうものが今まで全く言われてなかったので、ここからのマイノリティ問題っていうのでやっていくわけですね。でこのマイノリティ問題っていうのは結局内政的な問題なんで、さっき言ったように内にどんどんこもっていくっていう性質が、いろんな、まあ、ダメな部分もありいい部分もあるっていう、だから結局革命にまで行き着かなかったっていうのは、新左翼、要は当時、ヘゲモニー、要は主導権というかを持ってたような人たちがどんどんこうそっちの内向的な方にシフトしすぎてしまって、革命っていうものにまでは行かなかったと。
それも一種 の近代を克服する流れと言えば、そうですね、もう必然的に絶対出てくることであったんですよね、これは。アルジェリア戦争もそれ、の独立も。そうですね、あれもフランスでかなり取り上げられて、68年の未だに生産できてませんか。そうですね、最近になってあれは結局フランスでもアルジェリア戦争で行った戦争犯罪はに関しては恩赦を与えるなんて、あれは問題だ。フランスは今はえぐいことになってますよね、サルコジのあれで。サルコジのあれもそうです。でもジョスパンの時代でもはっきり、あのアルジェリア戦争で犯したフランス軍の人権侵害に関してはこれは不問に伏すって一方的に、不問に伏せる立場じゃない、はいはいはい、アルジェリアが言うことであって、そうですね、フランスが言うはずではないんだ、言うことではないんだけど、そういうことを勝手に言ってます、はい、それはだから本当に今の日本のそういうことを大東亜戦争では、第二次世界大戦の問題でもかなりあって、でちなみにこの68年っていうので、これあさって来る人の、論なだからこそ紹介するんですけど、こう年長世代と年少世代の断絶っていう問題があって、では年長世代っていうのは68年時に要は大学院生やったり助手やったり、学年で言っても3回生4回生上の世代の人で、この人たちは反戦意識が強かったり、僕らが今イメージするような左翼、さっき初めに伝えた平和であるとかっていうものの運動 形態の元になっているというか、その人たちが作ったんですけど、年少世代要は大学その時高校生やったり大学入りたての人たちはもう入った瞬間からバリケードや機動隊での衝突があったわけですね。でなおかつこの年長世代の人たちが要は理論派やったり指導者やったりしたんですけど、この前線で戦ってた兵士であるからかなり軍事的思考が強いっていう、でまあ両者ともにこうその中でそういう生活の中で要は自我を形成してきたので、かなりこう全共闘世代って言って僕らがテレビとかでよく言われても全然内実としてはかなり差があるっていうようなことはをあるっていうのは津坂さんは言ってはるので、またそれを詳しく気になる人はあさってに来られる時に聞いてください。ベヘーレンとかはで、ベヘーレンっていう今の市民運動の流れを作るようなこともあって、で一応ベヘーレンも、そういうノンセクトっていうのでやっててんけど、あれ実はその菅さんが書いてるにはあれ共産党系の組織、社会党系だよ、共労党っていうグループが、共産主義の共に労働者の労に党で、そこがコミットしてるから、あいつらああや見せて実はいろいろセクトの流れがあったっていう風に言ってて、でベヘーレンっていうのは結局過激派の入り口っていう風に言われて、初めはみんな参加しやすく入るけど、どんどんそこでベヘーレンこれ生ぬるくないっていうのような考えがどんどん過激派に流れていった人たちも多くて、後に日本赤軍に合流する岡本浩三っていう人がいるんやけど、まあ、その人なんかもベヘーレン出身やったり、テルアビブ事件の、はい、あの人ベヘーレンやったらしいです、もともと、はい、あの人がベヘーレンやった、なんかあそこら辺の人がもう結構ベヘーレンの活動が過激派のうちになるっていうのが結構多いみたいですね。だからまあベヘーレンっていう運動自体、脱走兵問題っていうのがあって、ベトナム戦争で、日本に戦ってたアメリカ軍兵士をソ 連経由でそうそう行ってってやっても、あれもかなり実は裏でパイプを持ってる人がベヘーレンの中にいて、その人はちょっと特殊な山口健二とかっていう人がいて、その人アナーキストやったりもういろんな党派に所属したりっていう際物みたいなやつがいて、その人がいろいろ裏でやってたから、ベヘーレンが完全なクリーンでノンセクトの市民運動をやったっていうような目線があるのは、あれ実は違うよっていう風に言ったりもしてて、もちろんそういう市民運動的な側面っていうのは強かったとは思うけども、まあそういうのがあります。でこの68年や学生運動でよく言われるような次の話題の、その連合赤軍の内毛羽問題っていう、これがもういろいろ賛否両論を巻き起こす種になってるやつなんですけど、まずこの連合赤軍事件っていうものがどういうものなのかっていうのは、その今日上映を考えてたやつで見たら、まあ大体の事実関係とかは見えてくるんですけど、このさっき言ってた60年安保で文徒っていう共産主義者同盟というグループありましたよね。あそこが60年安保の総括めぐって分裂するんですよね。 で消滅しちゃうんですけど、また60年代のまた後半ぐらいにまた第二次文徒っていうのができるんですよ。
で、その中からさらに分派した、赤軍派と呼ばれるような、グループとがいます。で、彼らは、一番日本の中でも極左ですね。いや、武器や、爆弾を持って世界を、日本を変えようというような武装蜂起まで行きかけてたんですけど、これが、幹部並びに要は超過激派なんで公安が黙ってなくて片っ端から逮捕もしくは、こうもう運動できないようになります。でその中の残党、残党というか赤軍派にもともといたら与党号ハイジャックで要は、捕まるか与党号ハイジャックして北朝鮮に逃げるグループか、あとはパレスチナに渡ったあの日本赤軍っていうグループがいるんですけど、まあ、元は一緒なんですけど結構その3組連合赤軍とはバラバラです。ここは大菩薩峠の事件です。そうですね、もう大量検挙ですね。あの時点で爆弾闘争を、はい、銃撃戦の訓練をしてたという、そこを丸々一門大臣にやられて、はい、福ちゃん層というあの山層というかであの大菩薩峠事件というのがあって、いや赤軍派が要はもう東京と大阪で、まず首相官邸を乗り込んで、占領して自分たちが臨時政府を立ち上げるみたいな。でそれの軍事訓練のために70人ぐらいのこう高校生ももちろん混じってんねんけど、高校1年や2年生もそういうようなやつらが、そういう山の方で軍事訓練してるとこを一気に機動隊が、警官にも取り押さえられて、ほぼそこで指導部が捕まるっていう。でまあリーダーの人も、捕まってっていう、塩見高也っていう最近ミクシーとかもやってる人だけど、まあ、その人たちも捕まったりとかで、いやもう指導部が一気にもうボコボコに抜けちゃうんですよね。で指導部残ってた指導部も要はもうこのまんまやったらやばいっていうので与党号ハイジャックで、タミヤ高丸っていう人がいるんですけど、彼もナンバー2や3の人 もう国外逃亡したり、残ってたグループのまた一人はそういう日本赤軍としてパレスチナの中東の方に脱出、国外脱出どんどんしていくっていう。で残ったのは要はもう 残党やったり、もう森恒夫っていう人がこの連合赤軍の一応リーダーなんですけど、その人ももともと抜けて、でもう兵隊が足りひんからちょっとお前戻ってこいっていう、総括したら許したら戻ってこいっていうので戻ってきたような人やったりが、いやもうかなり弱体化した赤軍派っていうのがいて、でそれと赤軍派の理論は要は世界同時革命なんですよ。かなりトロツキズムやったり、武装によって、日本を革命しようっていうグループと、京浜安保協闘っていう、これ正式名称ちょっと違うんですけど長いから省きました、彼らは反米愛国でなおかつ毛沢東主義なんですよね。で全く相入れない考えなんですよ。これあの多分これだけ見ると、別に左翼やから一緒じゃんと思うんですけど、かなり全然違う考えなんですよね。で、毛沢東主義っていうのは一概じゃないですけど、まあ、山にこもってそこから都市にゲリラ戦を仕掛けて革命を起こすっていう、まあ、ざっくりこれ言ってるんで細かく言い出したらまた違うと思うんですけど、まあ、そういうような考えであると。で、まあ、そういう政治的理念、左翼の中でも極左の中でも政治的理念が全く異なる団体が、まあ、そうやって、京浜安保協闘もリーダーはあの捕まったり、いやもう弱体がお互いしてるっていうものと、あと武装闘争の利点が、ちなみにこの赤軍派っていうのは金はめっちゃ持ってたんですよ。あの M 作戦といって銀行強盗しまくって、革命戦争のための資金を集めるっていうね、銀行強盗しまくってる。でまあそれがそのおかげで今の日本の銀行はかなりセキュリティが高くなったっていうぐらい、もう結構資金源はいっぱいあった。でも赤軍派からしたらこう金は持ってるけど、革命戦争を戦うための銃や爆弾がないっていうので目をつけたのがこの京浜安保協闘は、逆に猟銃店を襲ったり、交番を襲ったりして、いや武器は結構潤沢に持ってたっていう。理念が異なるけど、まあお互い実利的ないい面があるから、とりあえず屋号要は合併してもうお互いやっていこうやっていうのを決めて出来上がったのがこの連合赤軍っていうものなんで、よくみんな赤軍派っていう一派一から揚げにして言いますけど、全然結構もう中身が違ってきてたりするんで、一概に日本赤軍とこう要はハイジャック犯たちとこう一緒にはできないっていうのがありますね。で、まあ、その連合赤軍が要は何をし、連合赤軍事件では何かっていうと、そのグループが、とりあえず軍事訓練をするために都市にいたらどんどん検挙されてしまうと。もうそれやったら山の方にあの行って、そこでこうみんなで共同生活しながら、銃器の訓練であるとか思想を高めようっていうことで、その彼らが妙義山とかあっちの方の要は
あれ埼玉とかになるんですかね、妙義とか群馬とか群馬県あたりとか、ああいうちょっと北関東の方の山脈地帯にやっていくんですけど、その間にまあ要は総括っていうのが当時その自己否定の要は反省を求められるわけですよ。お前総括しろって言って、で、それがまあ自己批判っていう形で自己批判しますと、自分はこうこうこういう理由があってそれが甘さでしたっていうのを求められることによって、自分が要は主体的にそういう反省を促すことによって、で決して周りは強制はしないんですよ、形上は。総括を君がしなさい、自分で自己否定、自己批判、自分で自分を批判しなさいって、いや主体性を持ってあなたはあなたで言いなさいっていうことが言われて、でそれの行き着いた先で彼らはリンチを行うわけですよ、総括援助と称して。要は一人でこう反省を言っても、いや俺はお前それ総括できてない、できてないから俺たちが援助したるって言って、初めはこう暴言を吐きまくって言ってたのがだんだんエスカレートしていって暴力に行きます。要は、まあ、細かいこと言うとアイスピックで刺したり、ボコボコにリンチしたり、リンチした後冬の山のとこにもうそういう山脈なんで雪バンバンでマイナスとか行くような世界に外に放置するとかっていうことをやって、その結果かなりの人が死んじゃいます。で、そうですね、14、15人ですよ。前の場合、その前の段階でもリンチして同志殺しやってるんで、でまあそれで、でもだんだん痕跡があるんで警官隊がどんどん来るんですよね。要はあれ、あんな山奥に学生が出入りしてるっていうのはおかしいっていうので、どんどん追い詰められていきます。でそのリンチを主導した、森恒夫という指導者の人と、その、副指導者である永田陽子っていう、赤軍派のリーダーと慶比安保教徒のリーダーなんですけど、その2人も逮捕されて、残ったグループがどん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 山伝いに逃げてって、行き着いた先が浅間山荘で有名なあの銃撃戦を展開するんですけど、っていうようなまあ一連の流れが、まあその同志殺し、人を殺したっていうのが連合赤軍事件っていうので、でまあこれの細かい、それどういう経緯かとか、どういう殺され方かとか、どういうようなのかっていうのは、まあこの若松浩二監督の実力連合赤軍を見てもらえればまあ分かるかなと。であと内下馬問題ですね。でこの内下馬っていうのは何かで、まあ、下馬っていうのがゲバルトっていうドイツ語のの暴力っていう意味なんですけど、あの左翼用語でそのブントとかゲバルトとか、はい、結構ドイツなんですよね。それでドイツ語なんで、はい、多分それでみんな最初引いてしまう。そうですね、イデオロブントって入ってますね要はなんなんやって、要するにグループなんですよね。そうですね、だけど当時はやっぱり全部ドイツ語でやるから、はい、僕左翼用語って今聞くとすごく違和感、違和感ありますね。なんでドイツ語なんですか。やっぱりそれはマルクスとか、もうみんなドイツ出身っていうのがドイツ語をよく引用する大きい。今何でも英語やもんね。そうですね。こう企業会社でも何でもナンタラゼーション、ナンタラゼーション。当時はドイツ語やって。でまあこの内ゲバっていうのがそのゲバルト、要は組織の内部によって、まあ組織何回、さっきも言ってたように要は結構左翼ってもう。めちゃくちゃこう、僕一覧表持ってこようと後でみんな見てもらったんですけど、一覧表があるんですけど、かなりめちゃくちゃ分かれてるんですよ。それがね、ここに後で見てもらったら分かるんですけど、こういう感じでめっちゃもうこんな感じで、あこれあんま著作権のあんまこんな感じでもうめちゃくちゃもう何十組って分かれるんですよね。いやそれの分裂によって要は揉めるわけですよ。こうお前らお前ふざけんなよっていうこと でそれが揉めて、結構そういう要は殴り合いとかよくあ、まあ、もちろんあったんですけど、それが行き着いたのが有名なその、ちょっと前のページで出てた核共同、革命的共産主義者同盟の分裂した、元は一緒なんですよ、元は一緒のグループなんですけど、それが分裂したその中核派と核丸派という2つの有名な内ゲバ問題でよく取り上げられるそういうグループですね、セクトっていうのを。ちなみにセクトはグループの意味です。でそのグループ同士がもう凄惨な殺し合いするわけですよ。もう待ち伏せして鉄パイプでボコボコにして殺したりとかっていうのが、まあ、1970年代から始まると。でさっきも軽くちらっと言いましたが、それまでもこう組織間でのこう要は殴り合いであったり拉致してリンチしたり、要は左門と称して拷問したりっていうのはあったんですけど、まあそんだけ凄惨な殺し合い100人以上が出たと言われてるんですけど、この内ゲバでそんなことまではしなかったので、まあかなりここが
問題になるんですよね。で、まあ、こういうような2つの要は学生同士が殺し合うっていうようなこう見て、まあ、一般大衆や、まあ、全共闘運動自体あんまり一般68年は一般市民の賛同はあんまり得てなかったんですけど、 もっと引くわけですよ。学生も今までシンパシー感じてあなんかいいなとか思ってたのが、こんな殺し合いはちょっとごめんやわっていう。僕もこの死者の数は知ってたんですけど、自分で作りながら100人って結構死んだなと思って、それがまあ大学とかで当たり前の光景としても殺し合い や爆弾や銃とかっていうのが飛び交って、どんどんまあもう乖離していくわけですよね。でそれが何かって言ったら、やっぱりさっき言ってたような自己内政的方向っていうのが行き着くのは絶対ここなんですよね。殺し合ったりとかで、かといってでも僕はあの革命目指す限りは、要は革命っていうのは現政権であるとか現法治体制であったり、っていうものを全部否定してるわけですから、それに対する要は倫理観や人道主義とか、そういうヒューマンな考えっていうのも否定してるわけですよ。だから僕らが多分この、殺し合いやリンチを見てよく言うのが、なんでひどいと、なんでこんな殺し合わないとあかんかったんやとか、それをどうしたらいいんやとか言って言うんですけど、それはもうすでに損なおしてた改良主義なんですよ。殺し合いがダメであるとかで、彼らは彼らの方があったと思うんですね。まあもちろん内ゲバは2つの党派がやってるんで、考え方が全然要は革命する前にまず革命の敵である団体を殺さないといけないっていうの発想からどんどんエスカレートしていくんですけど、でまあこれを要は僕らが倫理観、もちろん倫理観と人、そういうヒューマニズムの考えは重要なのなんですけど、それだけに照らし合わせて判断して、ただかわいそうやひどいだからダメだっていうような短絡的な感情論で言ってしまっても仕方ないような問題だったんじゃないかなっていうのが問題定義としてあって、でその、内ゲバに参加してた党派とかも平然と言ってますね。ほんまに殺し合い、この殺し合いっていうのは革命の一環なんだ、自分たちは何も悪いことしないっていうのを言ってるんですけど、でこれ寺山修司の言葉なんですけど、このもう彼らは血の詰まった袋である、これ誰の作品からパクってきたのかな、なんかまあその昔ソ連でネチャエフっていう人が、ソ連が発足する前にそのネチャエフっていう人がいて、連合赤軍と同じようなことやってこう同志殺しをしてるんですよね。でも彼はソ連では英雄やったわけですよ、革命起きたんで。でそういうように要は要は脱個人化なんですよ、革命運動っていうのは。もう個人というものをなく、まあ、党であったり自分は革命のための兵隊であるっていうような論理なんで、なかなかこう自分たちと違う体制やと思ってもらった方が、その通俗的な倫理観や手法で裁けるだけの問題にはない。多分それで裁くとただの、死刑であるとか、禁錮何年である、終身刑であるとかっていうことだけになって、何の問題解決であったりこれを使用する、要は上に次につなげるっていうことにはつながらないんではないかというのが僕の一つの意見ですね。それはもちろん寺山とか他の人たちの考えを受け継いで言ってるだけなんであれなんですけど、なんですけど、ね、やっぱりその後の東映のヤクザ映画ブームっていうのはすごくそういう敗北感を感じた人たちが見に行ったね、はい、高倉健とか鶴田浩、それがかなりもうここのあれですね。でしかも内ゲバも実録仁義なき戦いなんですよ。あれも内ゲバ、要はそういう風にあれも熱狂的に受け止められるっていうのは、やっぱ素養として絶対そこが暴力に対する礼賛っていうようなものがあって、でそこがどんどん欠けていきすぎたのが今の日本にもつながっていくって、まあ、これはかなり議論の余地があるんですけども、まあ、革命というのであれば、そこまで行き着くぐらいなのが下手したら革命なのかもしれないっていうのと、で革命がナンセンスだっていうような意見が今の時代多くあると思うんですよ。共産主義がナンセンスであるとか革命がナンセンスっていうのも、結局はそれをナンセンスやからこそ革命なんですよね。いや今の世の中で絶対革命いけるって思われてる方が革命ではないんですよ。それはすでにそういうようなある種無双的な、いや誰も予見できないようなことこそが本来の革命で、もちろんその説得性とか当時の社会状況の高揚があったからこそ、それロシア革命であるとか他の、キューバ革命であるとかっていうのもいろいろ、まあ
歴史的に見ても革命っていうのはあるわけ、事実としてあるわけですけど、逆に言うと革命がナンセンスやって言って公言されてるような時代にこそ革命っていうのは有効であるのではないかと。有効だし、あの、いや逆に言うとね、今僕があの爆弾、要は革命党を作って、爆弾闘争していこうとしてもこんなにやりやすいことないんですよ。なんでかって言ったらマークされてないんで、公安に。いや、その反日武装戦線のようにそこまで監視社会、管理社会っていう今問題があるんですけど、そこまで行き着いてますけど、そういうのは革命を誰もが考えたりナンセンスだって言ってる世の中にこそ本当の革命家やったり革命運動っていうのが現実してくるのではないかという、あの、あれがあります。で、まあちょっとそれはこの終わった後にいろいろ議論をしていきたいなと思うんですけど、で、その政治の季節と言って呼ばれてたような、こう70年代前半あたりの以後も左翼運動っていうのは実はあって、その80年代っていうのが、みんなアースさん下手したら知ってるかもしれないですけど、ブルーハーツとか、今あの清志郎なんかも参加したりした、ああいう反原発運動ですね。原発っていうのも結局エコロジー問題なんですよ。これ結局68年と切り離せなくて、その運動っていうのがどんどん流れてきてるっていうのが反原発運動だったり、あと高校生とかで行われた反管理教育運動ですね。要は学校がその、いろんな説ありますけども、まあ、それ学生運動とか暑い時期のぶり返しで一気に高校生を弾圧する、弾圧っていうか、まあ、そういう服装であるとか、いろんなものっていうのをかなり校内暴力が問題になってそうですね。校内暴力もあれで管理教育が行き過ぎたってことありますよ。70年代後半ですよね、校内暴力。それで管理教育に反発するような運動もありました。で、この運動の再スタートとして、そのさっき言った東京都知事選の富山浩一さんとかも出てくるんですけど、ここら辺の80年代の運動史で詳しく書かれてるのがこの青いムーブメント、全く新しい80年代史っていう、これはまあかなり面白いので、僕ら80年代って言ってやっぱバブルであるとか享楽的なことばかりを思い浮かべますけど、実はそういう運動も実はあったと。で、結構このブルーハーツは今の清志郎が参加してるぐらい、そういうポップスターやロックスターやポピュラーな人たちも結構発言してるんで、やっぱまだ一定数そういうリベラルな考え方っていうのは流行りになってたわけですね。で、次この90年代っていうのは、これ僕あまり勉強不足なんで喋れないんですけど、これダメレンっていう、今のニート問題のを超越するような、要はもう働かなくていいっていうような、運動を実践するような人たちとか、俺らダメやからもういいよって、いや生きさせろじゃなくて、もう別に俺は働く気はないっていう、要はもう、サボタージュに近いような運動もあって、まあ、これちょっとあんまり詳しくないんであんま言っても説得力ないんですけど、で、あと天皇崩御、昭和天皇が崩御されて、それのまあ静粛ムード、体操の儀でしたっけ、体操の儀で、いや、こう静粛ムードになってテレビも何も、お元気ですかっていうコマーシャルが自粛も、それも自粛になったり、そういうようなもう明るいことはダメだっていうようなことに反発する人たちも今秋の嵐っていう、あれで新聞屋が、東京の新聞屋がもうほとんど潰れた。ああ、1年間。もうテレビもこう、そういう。唯一中核派が渋谷で暴れた。そうですね、暴れましたね。火炎弾とか打ち込んだりとかいろいろしてました。まあ、その武装化の問題、本当は結構軍事、武装化の問題についていろいろ話したいんですけど、まあ、今日はかなりそれ、ディープなことなんで、まあ、また今回はくさで、僕自身が参加したこの00年代っていうのが、まあ、2000年代ですね。唯一僕がリアルタイムで語れることなんですけど、一応こうロスジェネっていう、ロストジェネレーションっていう世代、今30代の人たちが就職氷河期で、今ニートフリーター問題っていうものに対して、要はユニオンっていう労働組合のあれなんですけど、それでこう権利獲得、要は僕たちに社会保障みたいな運動があったり、あとはイラクの反戦運動っていうのがあって、あとさっき言ってたような素人の法政大出身のノンセクトの活動家が主催してて、いや、これが政治運動なんか生活運動なんかっていうのはまあ一応置いといて、一応そういう左派的なあのものがあって、で、僕自身が参加したのが、民主青年同盟って共産党の青年組織があるんですけど、そこにまず僕は高校1年生ぐらいから参加しました。で、別に親が共産党員とかそういうわけではないんですけど、僕がこう
全教徒の人とシンパシー感じるのは要は拡大解釈していったわけですね。まず反抗期が来ます。で 親が腹立つ、教師がムカつくっていう、その延長線上に僕は急に日本国家があるんじゃないかと。でそれを打倒するためには左翼運動がいいんかなとか思って、何にも知識のない僕は、いきなり一番ダメである共産党に入っちゃったわけですよね。もう僕それほんま今思ったミスなんですけど、でその共産党の民生の運動で地区のなんかそういういろいろ班長みたいなんでこういろいろ議論したりやってたんですけど、でそれでこれはちょっと革命ではないなと。僕の中での革命はやっぱりヘルメットと下馬棒で警官隊に突っ込むことだったんで、あのそれじゃ革命無理やと思って、次接近したのが新左翼の 今それ思った後悔なんですけど、その角丸派っていうところにあの所属はしないんですけど、かなり近い新派として毎日あのおじさんと2人で喫茶店で共産党宣言を勉強してたんですよ。こうしこしこと。でそれ集会にも行ったりしました。あの勉強会とか集会とかで、僕がこの00年代でやっぱり一番感じたのは、そういう共産党や新左翼も含めた既存の左翼団体っていうものがすごい保守化していってるんですよね。要は自分たちの党派の理論は絶対であるとか、それに反対するっていうのはあんまり良くないっていう。で結構僕は生意気なガキやったんで、いろいろこうぶつけたりしたんですけど、まあ全部本腰入れて取り合ってくれないっていうのと、あとデモとかも、それはまた角丸派との関係がなくなってからなんですけど、いろいろ後に調べたら中核系やったみたいですけど、それの集会デモ行進にも行ったりしてたんですけど、結局やっぱ若年層が圧倒的にいないんですよね。でそれ若年層がいないっていうことの原因でやっぱり面白くないんですよ。おっさんおばはんもしくはちょっとこう暗めのあんまり話が苦手なような同世代ぐらいしかいないんで、やっぱりこう僕の中ではこう華々しく爆弾を持って死んでいくぞ、そういうそうなんですよ。もうやっぱ可愛い女の子もいないしですし、もうそういうようなこうお姉様もいなかったっていう、まあ、それは関係ないですけど、そういうようなちょっとこう熱さがないなっていうのはリアルタイムで感じて、今それが原因で今は僕は特定の左翼団体とかそういう集会に顔を出すようなことはあんまりなくなっていったのはそこで、であと00年代で言ったらどんどんサブカルチャー化していってるんですよね、政治運動って。いやそれ特定のイデオロギーっていうのはポストモダン以後ダメだと、そんな左翼が動くって言ってちゃダメっていうような流れから、本当は左翼に近い行動をしてるのに、いや僕たち左翼じゃないですとか共産党じゃないですっていうような、もっとそんなより楽しくもうサウンドデモっていうのが一番象徴的だと思うんですけど、音楽かけてそれ踊りながら街中を行進するっていう、あの A じゃないかに近いと思うんですけど、役がエイズ時に役がエイズ騒動の時も小林義則がまだ、はい、右傾化する前の雑誌さんにしてて、役がエイズ裁判の時の、はい、厚生省を取り囲む時の裁判、はい、デモとかもそうですし、あれサウンドデモ、あちょっとこう若者っぽい感じですよね。笑っちゃうのはもう影山民夫って、はい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 、やっけしんじゃって、はい、大川隆法のところ行きましたね。あの人も当時ブルータスさんみたいにこれからのデモはおしゃれじゃなきゃダメだ、あそんなこと書いてた。もうちょっとねポップ化は僕はいいと思うんですよね。やっぱそれおじいさんやおばあさんだけよりかはいいかなと思ったんですけど、ポップ化の変な形で要はそういうサウンドデモであったらおしゃれ化っていうのはちょっとこうまた違うんかなっていうふうには僕は参加しててすごい思いましたね。やっぱで僕が一つ思ったのは、そう今は左翼運動よりも逆にそういう右翼系の保守運動の方が若い力集まってるみたいですし、それより一番面白かったのは、僕創価学会の団体にもよく議論のふっかけに行ってたんですよ、地区の集会で。でそうなってくるとこれ武勇伝みたいになって嫌なんですけど、どんどん論破してたら上のやつが出てくるんですよね。はじめはそこの班の座談会のリーダーを論破したら、次は地区の、ナンバー3ぐらいが出てきてっていうのを繰り返したら、一定のとこ行ったらめちゃくちゃすごいやつ出てくるんですよ。もう僕反宗教で、あれなんですけど、最後いろいろこうもう議論して何ぶつけても知識量も圧倒的なんで、だんだん論破されていくんですね。で最後じゃ僕松山って言うんですけど、松山君、君も分かったと、君いいから最後にこの仏壇じゃないんですけど、あれその前で般若心経を唱えていったらどうやって。でみんなが
僕以外全員総学会の中で10人ぐらいがやりだすわけですよ。なんか僕も行かなあかんからみたいなもうなって必死にこらえたっていうぐらい、要は総学会、僕はその特定の宗教とか総学会のそういう集会にしか、集会というより集まりにしか行ったことがないんで何とも言えないですけど、やっぱ若い力すごいんですよね。で頭切れたり爽やかな人が多いと。で僕がこうやってひねくれて左翼のおっさんおばさんのこううつうつとした中にいたんで、なんて楽しそうなとこなんだろうって思ったわけです。でなおかつこう下世話な話を言うと、総学会は可愛い子が多いっていう噂もあったり、また別組織で女性の白蓮会かなんかがあるんですけど、まあ、そういうようななんかこう左翼にはないこう輝かしい明るさがここにはあるなと思いながら。いやでも内川選手の中もドロドロですよ。あ、そうですね、内際ですよね、すごいですよ、あれもうむちゃくちゃなんですけど、若いやつらは結構若い力左翼運動の集会とかでも圧倒的にありましたね。それは羨ましかったです。でもまあちょっとあれはちょっと難しい問題ですけどね。でも安保のやつも可愛い子がいるから、そうなんですよ、学生とやった子多いですよね。だからその時代時代で可愛い子がいたって羨ましいですね。流行りですよね。でまあそういうような00年代、あんまりちょっと80年代以降のは軽くしか言えなかったんですけど、まあ、00年代自分が実感したのはそういうことで、まあ僕ははっきり言って素人の乱とかっていうのもあんま好きじゃなくて、やっぱりこうゲバボートヘルメットと思ってるんで、でもゲバボートヘルメットのやってる審査員もいまだにヘルメットかぶって集会やってるんですけど、まあもう全然かっこよくないんですよね。もうかっこいいでこと片付けちゃったら絶対怒られるんですけど、こういう問題、あのまあでも僕はやっぱり左翼っていうものも未来はあるんじゃないかと、新しい形でまた何回も出てくるようにそういうものがあるという形で今回僕の一方的な話は終わりで、この後いろいろと議論を深めていきたいなと思います。でこのおすすめの本や漫画や映画っていうのもいろいろ連ねてるんですけど、ちょっとこう昨日僕も直前にいっぱい作ってたんでちょっと 手抜きが感があるんですけど、まあ、こういう風な本や映画、漫画なんかを読んだらちょっと分かりやすく理解できるかなっていう、結構今回もっと分かりやすく言っていこうと思ったんですけど、だいぶ専門的な話が飛び交ったりで全然多分みんな置いてけぼり感はあると思うんで、この後ちょっとそこら辺の細かい部分を詰めていこうかなと。でまとめに入ると、この大まかな流れ、要はいろいろこう分散無償してこう分かれてって、こういろんな精神性がどんどん変わっていって、その変遷した後にあると。だから、左翼が終わったとか右翼や思想の時代終わったや、そういうものっていうものは僕はもうポストモダンでやってることで新しいってことだと思わないんで、僕個人はコミュニストなんでもう一度共産主義をこう復活させようとか思ってますけど、まあそれは個人の話で、まあそういう感じでいろいろとこういう流れ、ザーッと言っちゃいましたけど、これって話し出したらもう一つ一つが深いんで、まあ何でもそうですけど、美術史とか何でもロック史とかと一緒で深いんで、ちょっと一概には言えないんですけど、まあこういうような、初めは共産党に反発してできてきたグループかとか、安保に反対してその後はとかっていうのはいろいろ面白い流れがあるんで、まあ、知ってて損はないかなと。でかなり若者が感じるようなことであったりっていうのが、そういうイデオロギーとか政治思想でも言われるんですけど、まあ結構似た状況とかはあると思うんで、またそういうこともみんなさん興味を持ったら、もしいろいろと見ていってくれたらなと思います。ということで今日僕一人喋りは終わりです。 10分休憩でその後座談会というか話し合いに会いましょう。結構ツイッターでも来てました、あれ質問問題とかいう感じで文章多分どこで、女学生ゲリラで映画撮った、あ、僕女学生ゲリラの DVD ありますよ。あ、私マサオです。あれじゃないですか。サミットが何を買うのか。今日も連合的に、茂野も食べてる。あれ、あの監督さんもともと何が、誰か。16質問好きなの。ああ、それはわからないですね。そこにありますけど。一番下かなあ、見ましたか。ここです、ね。
感じました。足立がそうですか。これこう、あの、この頃ってあれですけど、あの、費用がなかったから、そのセックスシーンだけカラーでした。もういった時代ですね。これは、あ、フィット。じゃあ、ドキュメンタリーではない。これはあんまりない。ただ要するにいろんな背景が、社会的な背景がそういう世界事件となって、それをこうイメージで再構成した感じでしょうね、おそらく。その時代のパンクだったと思うんですけど、過去のエピポップストーリーだったので、パンクだったり、銃を使って、銃をやって、分からんさっき女の子、要するに美少女選手の意思を。ダンスです。美少女選手、今の女優さんはただの美少女選手ですけど、昔はそれなりに社会的な背景が、やはり戦いが日常にあったんで、日常だったんですね、リアルに成立したんですけど、今は単なるオタクな萌えの対象でしかないです。美少女選手に。最近、そのルマンコルノ の、ええ、あの特集がワーワーでやってて見せたんですけど、政治的背景がその出てきたところからの頭が分からなくなってきて、で、まあ、今回勉強し始めなんですよ、僕。だから、これ読んで勉強になりますかね。いやー、分からないですけど、雰囲気は分かんない。雰囲気、うん、要するに、そういう時代の背景をネタにして、そのコルムを撮ってて、ああ、こういうのあるよなっていう、そういう。経験がある人ですよね。右翼の乱入とか、どんどんじゃあパンしていくね。大島渚監督の方が、それは本リアルでしょうね。結構俺パンしていくね。パンパンパン。いや配信行けましたね。行けましたね。よかった。明日からが。配信できたね。明日からなんとかやって。明日からちょっと待って。ミスがあります。お茶あお茶ね。もうちょっと下げたら。いや、そこの角度で十分だと思うで。京都新聞に俺ら乗るあ、マジですか。明日明日ですか。やっと連絡来て、今日取材来て明日から多分明日のさ、うん、長官の市民団と結構大きいらしい。マジですか。カワントップ記事で扱われてる、市民団のトップ記事で。やった。スキルが情報量になったまあ、2つぐらいかで、なんかあの今西さんのやつなんですけど、今から片付けて半身となる現在の そうですか。え、そんなことないですよ。マジ
を1から10まであるからさ。ええー、怖い。いや別にいいやろ別に。まあ、ああ、いや別にそんな大したことないよ。僕もそんな知識ないからね。知識持ってる人には負けちゃうよ。知識の問題じゃないですよね。そうですよ。僕たちみんなそんな知識は問わないね。ね、強いんだよ知識は。情報通信の人。いや、そうなったら、僕はエリートから放送始めるまで、ファンから、生放送始めるんで、またもう一回、はい、はい、あと5分で、分かりました、大丈夫です。完璧に収めます。明日新聞載るっていうのは、なんで？前、2、3ヶ月前に取材受けたんですよ。で、それの記事が、今日、めっちゃ遅くなって申し訳ないですって言って、で、最後ここもまた気張っていろいろ話して明日多分飲みます。すっげえ買わなきゃね。100部くらい買わなきゃね。買い占めの新聞、京都新聞の市民団、市民団っていうのがこんなことやってます多分。そんな感じで結構大きく、まあ、取り上げられるとか取り上げられる。でも実際やってみればこんなんやったら実際自分たちに言えないよ。市民団に取り上げられる。ありがとう。電気とかコンタテとかいろんなのをコンパしてくれた。かき揚げ1000本を見ました。ツイッターで、それであとバーチャル入れて、とてもエリアにできない。ああ、こちらこその取材助かります。引き取ってもらえる。引き取ってもらえる。ああ、全然殴り込んでもないですね。なんかビリってその人はここでね、霊的にこうブワーって入ってきて、松山さんがブワーって笑う、ああ、来たみたいな感じで盛り上がりがこう、ね、視聴者数一気に倍増。桜でもやればよかったね。怖い怖い。でも俺途中から安心してたな。嬉しい。もうこれは後編だっつう。これはもう好きなの変えれるので平和に終わるなっていう。安心感なくなってるから。平和に終わるより暴力が蔓延しちゃう。一応使わないので、使わないので。いやでもこういうさ、なんていうの、いらんから基本的、基本的だけど、そういうの抑えるのやっぱいいよね。にしてもちょっと人少ないですけどね。いやでもこれもちょっと特殊。こんだけ逆に来たら俺すごい良かったな。決まってたやつだよね。めっちゃ人来るか、ほんまちょっとしかおらんかった。今何分？もう30分じゃん。いや、もう27分ぐらい。あ、すいません。何も知らなくて聞いたらこんなんでも強いだろうね。多分だいぶ19歳の大学生の女の子がいますよ。向こうが女子のですよ、ね、女子大でもそういうなんかちょっとお嬢様な感じとか来た時に、この子が高校とか仏教系の大学とかなんかで、ちょっとなんか仏教っていうか右翼系の右翼やな、そういうなんか地形のやつだったらしくて、大喜利で僕らがちょっとそういう話をするだけで、なんか左翼やでもう無理みたいな感じだったらしくて、あの感じですね。確かにあのセビロイさ、そう、そうこの前セビロ去年好きだった子が仏教系の、だからなんか本当保守なんだよね、仏教高校って。でしかもそういうのじゃなくて、僕のコーラでもこう来て、なんか熱い話だけど議論するじゃないですか。議論っていうか、まあ、はい、言い合ったりとか、それ見ただけで、もう熱い人らはもうこれ行こうよ、そういう最適な人らみたいな感じで。今じゃ現代として熱を否定するっていうのがもう恐竜だよ、プールだから。ポップにプールの後ろなんで、もうすぐだ。絶対熱のせいだと思うんですけどね、僕は。来年はこのつまみ出ますけどね。熱を否定するっていうのが現代の病気だよ。あと10年くらい経ったらさ、すごい人だよ、やっぱり。サポートインカーに出すからね。サポートインカーに手出せますよね。
自己よも来年ぐらい公開で確かに80年代さ以降は書けないよね。ジェンダーフリーとかさ、朝日新聞社のあそこのホールなのぐらいだってことで、ダメレンとかあんなもん最悪じゃない。あれ結構さ、もうまあでも別はアウトでしょ。どういなったのか新聞社今も今年だからやってるよ。ダメレン試合解散したんですかね。ダメレンのあの、うん、ヒトラーはなんかセペ長谷川やりますか。中野とかでやるサブカル系とか中海さんから見る僕の記事で、あと11月、そろそろ皆さん始めましょう。すごい上の人は最後はい、これ見てやるテープレコーダーくっついたまんまちゃんこれ。いや、こっち持ってる。